こんにちは、ハッカです。前回ですね、こちらの大容量のハードディスク、ウエスタンデジタルブルーと、そしてミニツール、シャドウメーカーを使ってバックアップを取ろうという動画を出しました。で、今日はミニツール、シャドウメーカーの詳しい使い方について解説します。また、このアプリ、無料版のフリーと、有料版のプロというものがありますので、そちらの違いもご紹介しますね。このアプリを導入することによって、Mac でしか使えなかったタイムマシンが、疑似的にはありますけど、Windows でも使えるようになります。使い方はとても簡単なので、この動画しっかり見ていただければ、すぐにでも使えると思います。それでは、行ってみましょう。それでは、ミニツール、シャドウメーカーの使い方、説明していきますね。今回は、フリー、無料版を元に説明していきます。まずこちら、ホーム。これはあまり気にすることないですね。立ち上がると常にこの画面です。ちなみにですね、こちら、言語を選ぶことができて、最初は英語版で立ち上がるんですけど、日本語に直せば、こうやって日本語表示になりますね。で、バックアップ。ここでソースとバックアップ先を選ぶんですが、ソースはディスクとパーティションを選ぶこと、丸ごとバックアップもできますし、フォルダとファイルを特定してやることもできます。両方やっておくとある程度柔軟になるかなという感じですね。で、バックアップ先はやっぱり大容量のハードディスク選びたいですよね。なので私はこちら F ドライブにしています。もちろんバックアップ先に特定のフォルダを選ぶことができるので、バックアップファイルを常にそこにまとめておきたいよという方はそちらの方がおすすめです。で、下の方にいくつか、ボタンがあって、スケジュール。こちら、毎日何時、毎週何曜日、毎月何日と選べるようになっています。で、イベント。こちらに関しては、有料版の機能になります。で、スキーム。こちらは、普段は増分バックアップということになっています。一番最初だけ全部バックアップする必要あるんですけど、2回目、3回目っていうのは、その最初のバックアップから増えた分だけをバックアップしていくっていう感じなんですよね。これによって容量が抑えられるので、Mac のタイムマシンのような挙動になります。で、増えた分だけではなくて、減った分も合わせて差分バックアップにすると、こちらも有料版。あと完全バックアップ。常に毎回、バックアップを完全に取るっていうもの。これも有料版の機能になります。そして、オプション。こちらの方はですね、いくつかあるんですけど、まずファイルサイズ。これは、特定の DVD ドライブや、ブルーレイドライブに、分けてバックアップを取りたいとき、ファイルの最大の容量を決めるっていう感じになりますね。で、次が圧縮。これ普段は中になってます。圧縮なしで保存することもできますし、圧縮高にすることもできるんですけど、圧縮しないと当然容量は大きくなってしまいます。で、圧縮を高くすると時間が非常にかかるようになるんですよね。なのでバランスをとって普段は中という形になっていると。で、その他こちらですね、シャットダウン。これ結構便利です。ここにチェックを入れておけば、バックアップ完了した時に自動的にコンピューターシャットダウンしてくれます。寝る前とかにバックアップをこうオンにしておいて、これを入れておくと、あとは勝手に切ってくれるよっていう感じですね。他にも多分ありますけど、大体使う機能としてはこんな感じでしょうか。で、続いて同期。これはですね、特定のファイルとフォルダ、これを常に同じものをコピーして作っておくっていうような機能ですね。例えばですね、作業用のフォルダーなんていうのは、常に物が出入りしたり、バージョンが変わったりしますよね。それを同期しておくっていうのは便利に使えると思います。で、復元はバックアップを取っているものを戻すっていうイメージですね。で、こちら今下2つはイメージですね。ディスクごと元に戻すっていう、環境をそのまんまそっくり復元するっていうものです。で、上2つはファイルのバックアップを取ってるんですけど、このファイルの復元に関しては、特定のファイルやフォルダを選んで復元することができます。また、例えばこのミュージックっていうものを復元しようと思った時に、どこに置いておくかっていうのも指定することができます。元の場所に戻すだけではなくて、特定の場所に展開することができるので、
写真とか音楽ファイルとか特定のものを持ってくる、持ち出すっていう時は便利な機能ですね。そして管理、これも復元と似たようなものですけど、ここでバックアップのものを削除したりとか編集したりすることができます。で、他にも便利な機能いろいろあって、ツールですね、結構これ大事だなと思うのがメディアビルダー。 C ドライブがなんか起動しないなっていう時にこれを作っておくことで、復元用の USB メモリっていうのを作っておくことができるんですよ。あらかじめこれを作っておけば、ミニツールが立ち上がった Windows PE というものが立ち上がります。まあ、そこから先ほどのバックアップから復元をしていけば、C ドライブが壊れたとしても、 Windows がもう立ち上がらなくなったとしても復元することができるんですね。これ結構重要です。で、次ブートメニュー、これはですね、まあ、リカバリー環境の、ブートメニューなんですけど、先ほどはメディアビルダーで USB メモリーでブートできるものを作るという感覚でしたけど、これに関しては Windows の中でブートメニュー追加するっていうことで、なので Windows のブートをするときに通常立ち上がらなくて、セーフモードとか立ち上げたり、ブートを変えたりする場合があるんですけど、それを追加することができます。まあ、そうすることで最初からこのミニツールシャドウメーカーの方で立ち上がってバックアップから復元することができるという、まあ、このメディアビルダーとブートメニュー追加は緊急時用の措置ということですね。まあ、次に便利だなと思うのがこのディスククローンという機能ですね。これそのままなんですけど、今使ってるディスクのクローンを作る機能です。例えば今これ C ドライブ、まあ、ギガバイトの1ギガの SSD なんですけど、これをもっと速いものとかもっと容量の大きいものに変えたいなという時に、別のところに同じその容量の大きなものをディスクを挿しておいてクローンを作ると。で、次からはそのクローン側のディスクを立ち上げれば、まあ、そっちの方がメインの OS の入ったディスクになるので、容量を増やしたい時っていうのが一番便利かなというところですね。あとこの辺の3つ、PXE、リモート、コマンドラインインターフェース、かなりこれはクロート向けの機能ということで、まあ、Windows のリモートもこのソフトでできるんですけど、まあ、全て、プロ版、有料版の機能になっています。まあ、ここまで見ていただいて有料版が必要かどうかっていうのは人によると思うんですけど、私はほとんどの人は無料版でいいのではないかなというふうに思うんですよね。定期的なバックアップを取るっていう部分や復元をするっていう機能は無料版でもしっかり使えます。はい、ではここからはですね、ミニツールシャドウメーカーのプロ版について紹介していきたいと思います。フリー版と何ら見た目は変わってないんですけど、インストールのし直しやライセンスのアクティベートっていう作業が必要になります。先ほど使えなかった機能が使えるようになってますので見てみましょう。バックアップのところのスケジュール、こちらのイベントというものが使えるようになっています。これログオン時とログオフ時にバックアップを開始することができるんですね。例えばログオフ時に OK しておけば、毎回ログオフするとき、シャットダウンするときにバックアップを自動的に行ってくれます。これがとても便利かなというところでしょうか。で、スキームに関しても増分だけではなくて完全バックアップや差分バックアップ、これを選ぶことができます。差分にしておけばかなり容量が抑えられて時間も少なくできるというところでしょうかね。まあ、この2つが使えるっていうことがプロ版の大きなアドバンテージになっています。そしてこちらのツールの方ですね、ここもプロ版で使える機能というものが出てきてます。この PXE とリモートっていうものですね。で、 PXE はこれですね、ローカルのネットワーク内の他のコンピューターをバックアップの管理をするっていう機能らしいです。で、またそれに伴ってリモート機能もあります。まあ、リモート他にもいろいろありますけど、まあ、バックアップや復元というものを操作直接できるっていうのが、まあ、このツールのアドバンテージなのかなと。まあ、正直私はあんまりこの家庭内でこういったリモートで何かやるってことがないので、まあ、どっちかっていうと企業向け
まあ、スモールオフィス向けの機能かなというところです。まあ、やはりプロのアドバンテージっていうのはこのスケジュールやスキームがちょっと使いやすくなるかなというところでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。ミニツール、シャドウメーカーのフリーとプロ版、それぞれの違い、また使い方を説明してきました。まあ、基本的にはほとんどの方フリーでいいと思うんですけど、まあ、より便利に使いたいなという方だけはプロ版を検討してみてもいいのではないでしょうか。この動画の概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価、またコメントもたくさんお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではでは。